明治2年1869年7月8日から明治15年1882年2月8日まで置かれた日本の館長である。カラフト開拓史が置かれた明治3年1870年2月13日から明治4年1871年8月7日までは北海道開拓史と称した。開拓史設置前の北海道行政は函館府 箱館県が行っていた。開拓市の廃止後は、札幌県、箱館県、根室県が設立された。市という名称は、律令制の下で使用された職名であり、大城官などとともに、明治になって再度使われた。古代では、臨時の独自な任務をこなした、両下官を参照。明治政府は、中央、地方官制に頼らず、 国家権力の独自の政策、つまりエゾジノギ派公国の北門という認識であり、ロシアに対する危機感とともに開拓自身が近代国家の任務と考えられ、開拓のための臨時の地方行政機関であった。開拓氏は、省と同格の中央官庁の一つである。北方開拓を重視する政府の姿勢の現れだが、はじめの数年は力不足で、 内実が伴い始めるのは明治四年、1871年からであった。開拓誌の初代長官には、旧幕時代から北方の重要性を説いていた佐賀藩主、鍋島直政が就任したが、彼は実務に取りかかる前に辞任した。東、久世道富が後を引き継ぎ、部下の方願と共に、明治二年、1869年9月に北海道に向かった。 箱館府が置かれていた箱館、箱館は、旧、江戸地の人口、産業の中心であったが、位置が南に偏りすぎているため、北海道の中央部に本庁を設けることになっていた。長官の不妊に同行した佐賀、半島義勇主席法官は、千箱、元をたる四千箱に、開拓地下リアクションを開設し、札幌で市外の設計と庁舎の建設を始めた。後に、 北海道開拓の父とも呼ばれた島の計画は壮大であったが、現当の中で予算を急激に消費したこと等が、理由で長官と対立し、志半ばで解任された。代わって赴むいた岩村道と四方岩の下で札幌の建設が続けられ、明治4年1871年5月に開拓市長が札幌に移った。開拓市の発足当時、 中央政府の財政基盤は弱く、北海道の全域を統治する余力はなかった。そのため諸藩や団体、個人に呼びかけて、北海道を分量し開拓させた。分量支配の実績は各地各用であったが、経験不足から低調なところが多かった。明治4年1871年8月20日に、分量支配は廃止され、開拓市が館県、 旧正木半寮を除く全域を直轄統治することになった。カラフトでは、函館府の時代から岡本勘助が統治の任に当たっていた。兵士と移民を送り込むロシアに対し、日本が劣勢に立たされていることに強い危機感を抱いた政府は、明治3年1870年にカラフト開拓紙を設置し、黒田清高を開拓紙時間にして、カラフト専務を命じた。 カラフトを視察した黒田は、現状ではカラフトは3年持たないという深刻な報告を行い、対抗する国力を充実させるために、北海道の開拓に力を入れるべきだと論じた。彼の権威に従い、明治4年1871年8月19日に10年間、1、0、0、0、0、0、0を持って総額とするという大規模予算計画。 いわゆる開拓市10年計画が決定された。明治4年1871年10月に東瀬長官が辞職すると黒田が時間のまま東京にあって開拓市の長となった。明治5年1872年10月、旧関県であった都東国に属する福島軍、津軽軍、檜山軍、シリング軍の4軍が青森県から開拓市に移管された。 黒田は明治7年、1874年に長官となったが、北海道に赴任せずに、東京から指示を出す体制をとった。黒田は、米国人、ホーレス・ケプロンらの親と以外国人を招いて、政策の助言と技術の伝習を行わせた。黒田は、北海道の開拓に難重する現状では、自然条件が一層不利なカラフトまで手が回らないという考えを抱いていた。 この方針に反対した岡本の辞任もあって、カラフトの開拓は進展しなかった。結局、明治8年1875年5月に、カラフト、千島交換条約によって日本はカラフトを手放した。交換の際、日本はカラフトアイヌを北海道に移住させた。札幌本庁を統括していた松本重郎はカラフトアイヌを移住させることに反対して辞任した。 松本の辞職で初期の開拓誌の交換はほぼいなくなり、代わって黒田を頂点にした薩摩藩閥が開拓誌を支配し、開拓誌は潤沢な予算を用いて様々な開拓事業を推進したが、広大な範囲でなおも全てを完遂するには不足であり、測量、道路などの基礎事業を早々に切り上げ、産業育成に重点を置いた。明治9年、 1876年には札幌農学校と開拓市ビール醸造所が設立され、現在の北海道大学札幌ビールに至るまでの140年間にわたり、道内外の産業振興に大きな役割を果たすこととなる。10年計画の満期が近くなった明治14年1881年に黒川開拓市の事業を継承させるため部下の管理に 勧誘の施設、設備を安値で払い下げることにした。これを探知した新聞社は、払い下げの主役を、薩摩の清少五代と茂圧だと考えて攻撃した。これが、明治時代最大級の疑獄事件である、開拓史勧誘物払い下げ事件である。開拓史は、翌明治15年、1882年に廃止され、北海道は、札幌県、函館県、 根室県に分けられた。開拓士元族は、開拓士に所属するが、身分上の名称を失わずに開拓に従事するもので、あり、身分が保障される上移住に関しても、資金調達の心配がなくなる身分である。旧白石藩は、表高一万三千国、実高一万八千国であったが、家臣七千五百名を養うには、決して豊かとは言えない。加えて、明治二年。 1869年の大協作により、一気の気配までもが高くなっていた。このような中、北海道移住への機運が高まるのであるが、その資金については、自費移住ということであり、それを賄うだけの資金調達ができるはずもなか。明治4年、1871年2月、角田県知事、第三次は、旧白石藩市の休場を理解し、開拓しに、 協議の上政府に愚心。3月17日、大乗館から片倉国乗り家来、角田県に在留していた者600名に対し、北海道移住開拓士願族を命じた。開拓士による最初の移民政策は、政府募集の移民を送り込んで定住させるというものであった。また、新規移民に、米、船、農具などを与える移民扶助の規定を設けた。 だがかかる費用に対し効果が薄かったため、明治5年、1872年には募集や新規移民優遇をやめ、すでに定着した移民への援助に切り替えた。明治6年、1873年に政府は北方警備と開拓等を兼任させる、屯田平成を開始した。はじめの移民には、東北地方の氏族の比率が高かった。あとには、 人口が多い平民が主流になり、その出身地は東北地方のほか北陸地方などが多くなった。明治2年、1869年明治4年、1871年5月。明治4年、1871年5月明治5年、1872年9月14日。明治5年、1872年9月14日、明治15年。 1882年2月8日、開拓史関連機関として設立された機関のうち、現在まで存続している代表的な組織として、国立大学法人北海道大学と札幌ビール株式会社が挙げられる。北海道大学と札幌ビールは、共に開拓史によって設立された経緯を持つことから、赤い五両の北新星、北極星をかたどった。 開拓史の気象を用いた施設が現存している。北海道大学関連では、札幌の学校園部場現札幌市時計団や植物園博物館などがその例である。札幌ビール関連では、札幌ビール博物館や、札幌ファクトリーに開拓史ビール醸造所の伝統を引き継ぐ赤い星が記されているほか、現在のロゴマークに用いている金色の星の、 由来として受け継がれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。